おはようございます。ただいま宇都宮駅です。また栃木県にいるのか。本日は比較的家から近い路線でまだ乗ってない路線だった。日光線に乗りに行きます。開業してから130年も経った路線に乗るんだね。そうね、そしてこれは日光線を走るイロハという車両。今日乗る電車はこれか。残念ながらロングシートの普通仕様の205系に当たってしまいました。それはちょっと残念だな。イロハという特別仕様車ならボックスシートの2ドアだったんですけど、こちら4ドアロングです。よくわからないけどそうなんだね。てなわけで宇都宮から終点の日光まで205系に3件ドアチャイムついてんの笑う。205系特有のモーター音です。ちょっとうるさいのが特徴だな。寝ることはできなそうだね。それがまたいいんだ。ドア前のつり革は三角形、座席上のつり革は丸。形が違うんだね。三角の方が持ちやすそうだけどな。見て見て、防犯カメラ。なんでそんなの撮ってるんだ。防犯カメラがあるので現場になってはいけないという意味です。なってもなくても外でやっちゃダメでしょ。せっかくだし日光線、鹿沼周辺の車内を少し深い森だな。日光線の本数はあまり多くないからこういう感じなんだよね。土地をために12トン食べたいですね。発表しもなく変なことを言うな。わ、もっと深い森に入ってっちゃうね。日光線は短い路線なものであと20分で終点です。短いけど自然豊かな路線だな。短いけど、短いけどって2回言ってますよ。にしてもどこまでも森だね。確か数年前に行った日光東照宮も森っかかった気がします。この辺りが森林地帯なのを生かして観光名所に仕上げているもんなんだな。都会の喧騒を忘れていくにふさわしい場所ですわよ。見て見て、押しボタン。だからなんでそんなの撮ってるんだ。押しボタンがあるので服を着てはいけないという意味です。嘘をつきまくるのは絶対ダメ。この路線、どこまでも森じゃないか。それもそれもしょうがしょうがない観光路線ね。貴重な観光列車であるイロハが発車していきます。よく見るとボックスシートがあるような気がするね。しかも JR の普通列車にしては珍しい2ドア。私は悲しんでます。別料金不要の乗り得列車なのに。その電車とお別れしてしまったな。205系のロングシートはカッカなのです。20休憩よりは椅子が快適なんだよな。部屋に行った時と手のひらくるくる変えてないか。気分ってやつは受けない。結局どの椅子が一番快適なの。ここでそれも林都県の車両じゃないだろ。世の中は椅子ですよ。よくわからない。悟りを開かないで。悟りを開かずに言うと、この路線の205系のモケットは暖色をベースにしてます。非常用ドアコックが最近の車両とは全然違う位置に向いているのが趣深い。最近の電車ってどこだっけ。ドア上についていることが多いのよね。お、日光東照宮の配管券について書かれているな。ついにオルメロンが観光よ。時間がございませんので行きません。それはないよ。でも私やっぱり電車に。列車はもう間もなく日光駅に到着します。もう終点か。日光では他の JR 線への乗り換えができません。ただ日光東照宮に行くには便利そうだな。歩いて30分以上かかるけどね。てなわけでこちら日光駅です。ここでも開業130周年が祝われてるっぽいな。発車まで10分近くあって暇なので日光駅をあちこち取りましょうかね。何があるんだろうな。南は栗橋、北は黒磯まで乗ってます。あ、東京まで乗ってないんだね。東京どころか大宮すら乗ってません。悲しい。ですが緑の窓口があるので東北から北スイカエリア外の民でも安心。にしても、全体的に雰囲気がいいものだな。日光駅はぜひ一度行った方がいいよ。日光駅に来ただけでも観光した気分になれるよ。いいねー。これが駅前なんだね。このなんとも言えない静けさ、なんか良くない。ここでほうきにまたがって空を飛んだら気持ち良さそうだな。これ基準で判断するんすか。130周年。ところで悲しいことにめちゃくちゃ雨降ってるんすよ。雨ザーザーだ。観光予定もあまりないから行っちゃいいんですけどね。駅です。日光駅です。趣はあるけどピカピカだね。確かに。まあってところはあるよな。ご安心を。こちらは趣がある木のやつです。趣はあるけど下の方が微妙に読みづらいです。近代化産業遺産。よかったね。コメントが適当になってない。
いやいやそんなことないよ。だって近代化産業遺産ってよくわからない。交番も法って感じなのでテンションが上がります。表現力が乏しすぎるだろ。レトロなのいいね。これが目に飛び込んだお客さんは日光に来た、って実感がするのかしらね。人ごとのように言ったな。ホワイトルーム？ちょっと覗いてみましょうか。木の階段を登って。禁煙のスモーキング。本当にいい雰囲気だな。ワクワクするね。わあ、綺麗。文明開化の息吹を感じますね。こんな豪華な空間が待合室として使われていたのか。中には数々の展示物もあったので帰り際に寄ってみるのもいいかもね。てなわけで宇都宮駅に乗って戻りましょうね。何やら見慣れない部屋があるな。どうやらこれは貴賓室というらしく、いわゆるVIPルームに相当するものだそうです。通常公開は現在はしていないそうですね。ちょっと残念だね。日光線のロゴ的なものですわね。さっきの駅っぽい感じのロゴだね。ホームと列車の間にある段差にご注意。ちょっとあるな。日光。日光だね。駅名標にも意匠を感じられるな。この感じがいいんだな。さて、電車はもう間もなく日光を発車します。滞在時間短すぎだろ。というのも私やっぱり電車に乗るということに喜びを覚えると電車が発車するそうです。ついに宇都宮に向けて発車するってわけか。日光と一緒で行きたかったな。私や上電気覚えな。略すな。さて、電車が発車するそうですね。まだ朝10時半だからですかね。上り列車に乗っている人は少ないですね。そりゃあこの時間に帰る人なんていないだろ。いても地元民が少数だと思うんだが。いやわかりませんよ。例えばレンコン中毒。反対側の車窓も予想通りなものだな。海沿いなら2つの景色が楽しめることが多いですが、こちら山ですからね。でもこの雰囲気はいいよね。ゆっくりと走る姿もまたいいと思うの。雨が降っているが大丈夫か？ご安心を。事前に天気を調べてきたんですよ。調べてきたんだ。ま、雨だったんですけどね。調べてきた意味ほぼないじゃないか。ああ、戻ってまだ観光列車の方ですね。もうすぐ終点だな。現在時刻11時、そろそろお腹が空いてきますね。窓の外はさっきとは全然違ってだいぶ都会だね。そろそろ降りる準備をしておきましょうね。てなわけで今回は日光線に乗りました。日光に行くまでの雰囲気を盛り上げてくれるいいローカル線だったな。次はいろはっていう特別車両に乗れるといいね。で宇都宮駅に戻ってきたわけか。今にも雨が降りそうだね。とりあえず日光線に乗るというミッションは遂行できたので飯を食いに行きましょう。本日はここまでとさせていただきます。じゃあまたな。また見てね。日光東照宮、日光東照宮、日光東照、日光東所、日光東市、日光東、日光と日光、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